皆さん今週よくテニスをご覧になってます。お私も同じで6473で、うん、アラバンスカじゃないかなというのは、やっぱりどうしてもあのボスケっていうテニス見てると一時期なの全盛期、はい、あれと比べちゃうんですよ。 あの全盛期のボスケヤッキーの走りっぷりと今週の彼女の走りっぷり見てると、いくらその全米でベスト4に入ったとはいえ、やっぱり全盛期と比べるとちょっとなんか取れてるボール、取れてたボールが取れなくなってるかなという印象もありながら、でもね勝負強いんですよ。そうなんですよね。ここっていう時にはやっぱりなんかこの大きなポイントを取る嗅覚があるというか、さすがですね。この辺はね、さすがですよね。怪我をして11ヶ月すごく悩んで、何か精神的には一皮むけた感は感じるんだ。そうなんですよね。苦しい場面でもうなってなくて、どこかまあテニスがこうじゃないみたいな雰囲気は去年までよりはありますよね。大人になったなっていう感じは失礼ですけどあります。選手ってこう怪我をしてプレーができない時って急にこう原点に戻るんですよね。テニスが毎日できてる時はどうやったら勝てるかとか、どうやったら上手くなるかっていうことばっかり考えてるんですけど、一回こうコートから離れてしまうとテニスができることが幸せなんです。なのでそういった気持ちで、かなりフレッシュな気持ちでこうコートに立ってるとしたらやっぱり怖いですし、ちょっと、ね、データ的には過去2年この2人ってすごい対戦してるんですよ。実はのプロになった年も2005年で2ヶ月ぐらいしか変わらないですよね。でもほとんど同期でずっとやってきて、対戦も12回からやってるんですけども、このプレーに関して言うとボスニャッキが3勝。これがね、私もどこかに引っかかるんですよね。残しとかないと、ね、残しとかない。でもラドワンスカのプレーはもうこの通りの大会と、それからこのサーフェスにも合ってますよ。めちゃくちゃ良いですよ。スコア的にはかなり競った試合の後の本校のインタビューで、はい、彼女は今日の試合、自分の試合は自分のベストが尽くすベストな試合だったとおっしゃったんですよ。嬉しかったもん、それはチャワさんの目からもらえない。彼女のベストなテニス、彼女のベストなテニスってどういうテニスっていう、どういうテニスかっていうと、あの人ほど人のパワーとかスピードとか、そしてその相手の体力すら奪っていく妖怪みたいな、もう全部こう奪っていく選手ってなかなかないです。真似できない。はい。で、筋トレもしないですよね。もう綺麗な足は相手が打ってきたボールのスピードを全部吸収して自分のボールにして打ち返す。だから自分の力いらないんです。どん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 打ってきてくれる相手の方がいいわけです。そういう意味では今日のボスニャッキも守備型、どちらかというとバンバン打っていくタイプではないので、両方が割と相手のペースに合わせて、うん、試合を組み立てるので、これは長いどうかも。お手洗いは先に済ませておいた方がいいかなと。お手洗いは、うん、長い試合も、ね、昨日のコメントで誰か記者会見聞いてても間違いなく長い試合になるだろうという話をしていましたし、ポイントはどこで仕掛けるか、両方が相手の選手のこのいろんなコースとかスピードを読みながらラリーしてますので、ラリーの中でもどこのポイントでどっちが先に仕掛けるのか、仕掛けるのが、ね、早すぎるとこれもう完全に相手の術中に待ってましたという状態になるんですけど、遅すぎると今度逆に攻められるので、このどこでこの人が仕掛けたかっていうところを見極めるのが、はい、これがでもたまらない、ちょっと難しすぎるな。いやもうでもね、これ仕掛けたら仕掛けたってなんか放送席から叫んでもらえます。ライトだな、放送席で上げときましょうね。これだよ、今のだよ、仕掛けたのみたいな、ね、いやでも多分ご覧になってれば、なんとなくここでスピード上げたとか、コースを変えるとか、クロスで打ってたのに先にストレート打ってるとか、長い深いラリーが続いてたのにドロップショット打ったとか、それらが仕掛ける。わかりました。そうですよね、はい、それを切り返して自分の仕掛けに変えてしまうこともあるし、それがうまくマークすることもあるし、あともう妖怪のようなアドバスカさんがこう全部怒られるから、そうね、怒られるね。日本語わかんないこといいことに、そろそろですね、妖怪で
って妖精の方の話に変えないといけないのもう第一試合は短めにしようって言ったんですが短くならないんですよ。どうしてもこれは楽しみ、長く試合も長くなるしね、どうしても収まらない、はい、